あの日の出来事は決して忘れません。核兵器のない平和な世界が訪れるまで、広島は語り続けます。笠岡貞恵さんは被爆当時女学校1年生13歳でした。爆心地から 3.8 キロ離れた江場の自宅で被爆しました。笠岡さんの心には今も深く当時の記憶は刻み込まれています。みんなピカドンって言いますけれども、今思ってみればなんでああいう戦争したのかなというのがね。それでどうして広島に落ちにゃいけんかったんかな。で、戦争をなくすために、終結させるためにというのを言いますけれども、それだったらもっと方法がねあったんじゃないかなと。で、将来が何にもなくなるんですよね。私どもも私も弟も姉たちはもう片付いておりましたけれども、私と弟は家があったからなんとか成人したんですけれどね。20年の4月に初めて女学校いうものに行ったんですけれども、当時はもう勉強どころじゃなくて、建物疎開の手伝いに行くように多分先生が言われたんだと思うんですけれども、行くようになったんですね。で、学校それぞれ分かれて、どこの学校はここ、どこの学校は加古町、どこの学校は雑魚場というようになっとったんですけれども、私たちは大手町の方へ行く、ここずっと行っとったんですよね。それでその日ちょうど8月6日はたまたま私休んどったもんですから、それでエヴァの家におったんです。で、家では両親と祖母、95歳になる祖母なんですけども、祖母と私と4人が生活しとって、弟は北の方に疎開に行ってるし、それから兄が商船学校神戸の方に行っとったんです。それで4人で暮らしとったんですけれども、当時今の子供と違って全部用事を自分がしとったんですね。それで洗濯もするし、家の手伝いもするし、で明日からは作業にまた行くんだから言うんで、6日の日は洗濯を、自分の洗濯をして、それからもちろん洗濯機はないから時間かかると思いますよね。それでご飯の後片付けをして、それから警戒警報がその日あったんですけれども、もう慣れてしまって警戒警報ぐらいじゃ防空壕入らないんですよね。それでサイレンが鳴って、あ、解除になったんならお化けに耐えて家の中歩いてもいいわと思って、東の方へ向いて歩いとったんですよね。歩いて廊下を歩いとったんですけれども、その時に全面がもうガラス障子だったんですよね。それで窓が全部ガラスが4枚のだから1軒2軒のですね、そこへ向いて歩いとった時が8時ちょうど8時15分くらいだったと思います。もう太陽、真っ赤な太陽と言っても、初日の出が出た時の真っ赤な太陽にまだそれオレンジをかけたような色がガラス全面に来たんですね。で私も何かな思った瞬間にドーうんまで聞こえんかったですね。ドーという音で跳ねられたような気がするんですけれども、そのガラス戸が粉々になって目がけて飛んできたもんですから、
どうなったか分からずにそこへもしゃがんだんだと思うんです。で、あ、なんかなと思って、なんかおかしいなと思って頭に手をやったら、ぬるっとひんやりとこうした血だったんですけれども、頭に、顔には来たんでしょうけれども、頭の方がかんだのかな。それで頭の方かなりガラスが入ったと思うんですが、おかげさまで紙があったので中まで入ったかどうかはわからないんですが、そのうちに今取れていって、その傷もだんだんとはよくはなったんですけれども、その時瞬間にはもう痛みなんてなかったですね。で、その95歳のおばあさんがちょっと気になったもんですから、おばあさんって声をかけて、そしたらおばあさんの方も一緒に私を探して、すぐ外に隣組の防空壕があったのに入ったんですね。で、そこで中に入ったらいろんな人がおられましたけれども、そんなこんなで防空壕におったんですよね。みんなが何があったか何があったかね言うから、一旦外へ出てみたら、もう家の壁の上に板がやったんですけど、板が外れてる、壁土は落ちる、ガーラー飛んでるいうようなことで、ああこれはなんか爆弾いうな、こういう、それまで知らなかったもんですからね。それで、あ、爆弾いうな、こういうものかね思ったんですよね。けれども、その爆弾がどこ落ちたんやらわからないし、で防空壕に出たり入ったり、近所の人も右往左往するばっかりですからね。で、やっぱり親がその時、子供は家の用事をする、親は仕事に出るですから、親がまあ後から分かったんですけれども、よその家の疎開作業を手伝いに行ったんですね。それで雑魚場の方だったらしいんですが、で親が、両親が朝早くから出かけとるいうのが、やっぱりおばあさんの方も心配するしって、あら、そういや、お母さん、父親よりやっぱり母親思うんですね。お母さん作業に行っとるけど、どうなったか知らんいうのがやっぱり来ましてね。で、おばあさんと二人で近所の人に、うちにはこうこうなんじゃいう話をする。で、しばらく9時前だったですかね、したら一番に戻ってこられた人があったんですよね。それは一軒茶屋のあたりで原爆にあったと言って帰ってこられたんですけれども、真っ赤な顔して帰ってきて、広島は大事じゃ言うて、まあ言われるもんですからね、なおのこと今度はみんなが大騒ぎしだして、うちには誰が行った、うちには誰が行ったいうようなことで、でもとても怒りはせん言うても、でも行ってみるいうようなことで、皆さん探しに行く支度はしおられたようですね。雨が降り出したように思ったんですよね、それで後で聞いたら、これ黒い雨だった言って言われるけども、それは分からないんですが、雨が降り出して洗濯物が気になって、洗濯物を取り入れに行こう思って出たんですが、行ってみたら、その干した服もどこか行ってなくなっとったんですよね。はい。で、仕方がないから、防空壕へ出たり入ったりしよるうちに、どこそこさんの誰々が帰ってこられたよ、お隣の誰々が帰ってこられたよというようなことで、でおばあさんがまた、じゃあそして帰ってくる人があるんなら、探すことができるかもわからんからいうので、自分の、私も孫ですけども、もっと私らのいとこになる人がすぐ近くに住んでるので、で、まあ、若い人はみんな兵隊さん取られてるけれども、そこそこの年のおじさんがいとこになる人なんですけれども、20ぐらい違うかもしれませんけどね、その方が頼んで、じゃあ探しに行ってよ言って頼んだりしたような気がしますよね。で、行ってもわからんわ言って、まあ、戻ってこられたんですけれども、私はだから探しに行くいう気持ちはなかった
かんかもしれんですね。自分が行こういうのはできてなかったですよね、はい、だから子供はもう僕が入ったらよ言うて言われるだけでね、だから出たり入ったり出たり入ったりしたような気がしますね。でそのうちにおじさんが戻ってこられて、って見たかわからんわいうようなことだったんですね。でまあたまたま兄が朝鮮学校行っとったのがその前の日に戻って弟のところへ面会に行っとったんですね。それで広島駅の方で幕におったんじゃないか思うんですけれども面会に行っておったもんですから兄が帰ってきてで兄も探しに行って、でも結局はまあ夜まで分からなかったですね。親戚が大子にあるんです。でそこから父親が逃れそこへ逃れてきてるよというのを連絡を受けまして兄とおじさんとが一緒に迎えに行ったんですよね。それで何かの日に連れて帰って、それでまあ戻った時全くわからないんですよね、誰やら姿がね。第八車に寝たまんま戻ってきて寝たまんま寝かせたんですけれども、誰やらわからなかったような感じで、ただ声でね父親の声だなと思っただけです。で母親の名前をね、まあ吉って言うんですけれども、お吉が一緒におったのにどこ行った、エヴァが心配で帰ったんだろうからあれを探してほしい探してほしい言ってそればっかりまあ言っとりましたよね。でそれこそコルタール今の人はちょっとよくわからんか分かりませんけれども、油絵の具の黒へ持ってってもう少し黒を足したような光っとるような全部体が真っ黒ですよね。で神父の代わりにしたんでしょうけれども、きゅうりをおろすとかじゃがいもをおろすとかしてこう当てるんですよね。でそれをすぐ乾くから剥が取って取り替えてあげよう思ったら全部皮まで剥がれて中から赤みが出るんですよね。じゃあこれじゃあまあ湿布する甲斐もないし、で本人はみずみず言うて欲しがるし、でみんなから水をやったらいけんいうのが言われとるもんですから、それで水が欲しいお酒が欲しい、まあ、お酒の好きな人だったですからね、水が欲しいお酒が欲しいってずっと言っとったんですよね。でまあ私ら子供ですから空襲になったらその間にも空襲がありましたね、空襲になったらまあすぐ僕が入れいうようなことで入る、でまた出てきてしてあげる言ったらうちわで仰いであげるんですけれども寒いって言うんですよね、うん、でたった1日ぐらいなのに肺が清りましたですよね。すぐ地になるんですよねそれが。でまあ本当仰いであげるぐらいしか用事はできなかったけれども、で畑に野菜を取りに行ったんですよね。だから湿布になるものがある、それから喉の渇き水以外のものトマトでもあればと思って、さあ 4,5 分先歩いて 4,5 分ぐらいところに畑があったもんですから行って、まあびっくりしたことが葉っぱが全部枯れとるのに赤いトマトだけはこうあったですね。でそれをとにかくそのトマトめがけて行ってカゴの中に入れて顔を上げた途端に陸軍病院へ行く、まあそれが道だったもんですから全部真っ白な人がゾロ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 と行列で行っとったんですよね。でその白いいうのが川、後で聞いた話で川が垂れとったんでって言うんですけれども、私は薬かと思ったんですけども、陸軍病院から出てきて薬を塗ってもらって帰るんかと思ったら川の垂れた人がどん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 病院へ行っとったんですよね。でまあ幽霊というのが
話に聞いただけなんですけれども、あの、まあ、幽霊の姿いうのは自分の心臓より上に手をこうするという、それと全く同じで、あのみんな手をこうやった人が何重にもなって行列で陸軍病院に行っとったんですね。病院には入りきれんぐらい人がおるで、あの小学校にも人が病人がおる、帰ってきとられるらしいということでね、まあこれは私の同級生が、私はまたまたま休んどったんですけども、私の同級生が疎開作業に行っとって原爆に遭われたんだじゃないかなと思いましたよね。そしたらお隣のが、うちの親戚のが戻ってきたんよいう同級生のね話を聞きましたですよね。で、あのもう自分が行かれなかったいうことが、行っとったらそうなっとったかもわからんけれども、行かれんことによって命があったいうことが良かったんか悪かったんか、それ今になって思いますけどもね、その時は行かんで助かったんだねということを思いましたですよね。お畑行って野菜を取ってきて父親にあげようとしたけども受け付けないし、まあ、あのそばにおって仰いであげるか、やっぱりあの小さい、私と弟が小さいというのがあるから特に心配して、あの周りにおる人にこの子を頼む、この子を頼むって言われることで今度は泣けてくるんですよね。8日の日に頼む頼むって言いながらね息を引き取ったんですけども、その時にも私もそばにおったんですが、ね、母親はその水へ入ったんじゃないか思うんですよね。それであの引き潮になってるもんですから流されて兵隊さんに船の上へ上げてもらって井の島へ連れて行かれたんだと思います。で、あの井の島の名簿にあるというのが分かって、であの名前があったもんですから見たらもうあのすでに亡くなってるというかですね。でちょうど父親と同じ日8日の日に亡くなったということが分かったんですけれども、うちに戻ったのはその髪の毛がちょっと茶色かったんですよね。それであの息がある間に自分の名前が言えとったから、それであの寒い寒いって言いながら亡くなったみたいですね。もうあの悪の塊です。この世にあってはならないことが起こったということですね。憎んでも憎んでも憎みきれない。